Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。はい、キズたち、どうだい？もう、今、春休み。コロナの影響で春休みっぽいけど、満喫してるかい？お家の中から出れない子もいたりするのかな？そんな時はね、ぜひ、プロレスを楽しんでいただきたいと思うんですよ。ワールドを見たりとかね、新日本プロレスワールドを見たり、各団体のね、ビデオオンデマンドを見たりというところで楽しんでいただきたいと思うんですけど、そうね、キッズたちは、毎月1000円とかね、お金を払って、オンデマンド配信見るっていうことは、なかなか月々の小遣いじゃ難しいよね。そこでです。そこでだよ、キッズたち。まあ、キッズたち、そして、セニョール、セニョリータ。そんな皆さんに、DDT から嬉しいお知らせがございます。いやー、あのねー、DDT ね、素晴らしい試みをプロレスファンのために行ってくれています。そしてこの試みはですね、 DDT ファン以外の皆さんにもお楽しみいただけるということでですね、ぜひ皆さん参加していただければなというふうに思うんですけど、こんな時だからこそ無料配信、3月11日より DDT ユニバースにて DDT 東京女子頑張れプロレス、路上プロレスの全20大会を完全無料放送でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、これはね、素晴らしいんでございますよ。まあ、完全無料配信ということで、お金ね、かけなくても皆さん DDT のプロレスが見ることが可能です。はい、なのでぜひ皆さんですね、この機会に DDT ユニバースで DDT のこの無料配信の大会を振り返ってみてはいかがかなと、はい、いうふうに思うんですよ。まあ、DDT さんのホームページによるとですね、新型コロナウイルス感染拡大予防に伴うイベント自粛要請、臨時休校要請などが行われている状況を受けまして、DDT グループでは DDT ユニバースで3月11日から3月31日まで DDT 東京女子プロレス、頑張れプロレス、路上プロレスの過去20大会を順次無料公開いたします。第1弾は3月11日のお昼12時の配信開始を予定しておりますということでですね、まあ、配信大会についてはですね、こちらの方でちょっと出していきたいと思いますけど、まずはですね、まあ、いっぱい見れるんだ。20大会だから。いっぱい見れるんですけど、僕がですね、もう、たくさん、やっぱね、出そうかなと思ったけど、ホームページ行ってチェックして。DDT ユニバー、ホームページってちょっとチェックしてほしいんですけど、ですね。まあ、その中でも特におすすめしたい、ものを一つだけ。いや、実はね、これ、ずっと前からね、いつ話そうかってタイミングを伺ってたんですけど、まあもうここでしょう、と、ね、いうタイミングがやってきましたので、ぜひ皆さんに見ていただきたい試合がございます。はい。昨年、2019年11月3日に行われました、ウルティメットパーティー2019DDT グループ大集合というですね、まあ、さっき言った DDT 東京女子プロレス、頑張れプロレスなどですね、DDT グループ傘下にはですね、いろんなプロレス団体が入っているような感じなんですね。で、今はちょっと出てしまいましたけど、当時はまだプロレスリングバサラですね、とかもありましたし、まあ、そういった全グループがここに集結するっていうですね、はい、大会だったんですよ。で、僕はDDT ユニバースの会員になりました、なりますっていう動画を上げたときに、おすすめ教えてくださいねっていう話をしたら、まあ、この大会のとある試合をおすすめされたんですよ。なので、
まあ、まず見てみようと思って再生ボタンポチって押すとですね、まずねこれねびっくりするんですけど、このウルティメットパーティーなんですけど、全部で6時間ぐらいあります6時間半ぐらいだったかな6時間半ぐらいあるんですよ。いや、とんでもなく長いんですよ。もうね、なんならもう本当1日がかりで見るような大会なんですけど6時間っていうね、まあ、見る方も大変なんですけど、でその中で、まあ、このウルティメットパーティーにはアルティメットって言った方がいいのかな、まあ、ここにはね、ケニーオメガも参戦してる大会なんで、まあ、ケニーファンの皆さんも、まあ、見ていただくといいんじゃないかなというふうには思うんですけれども、ここのですね、東京女子プロレス中島翔子対坂崎由加というですね、東京女子のトップのベルトをかけたですね、戦い試合がですね、ここに入ってるんですけど、あのね、この試合がね、最高に素晴らしいんですよ。はい。なのでね、ぜひ皆さんにそれを見ていただきたいなというふうに思って、これをおすすめしたいと思います。まあ、当然他にも無料の大会たくさんありますから、頑張れプロレスのね、ぽっちゃり女子プロレスとかも僕は気になるんですけど、路上プロレスもね、当然気になるんですけど、はい。なのでこの辺をね、いろいろありますけど、その中でも特におすすめしたいのが、この、アルティメットパーティー、2019で行われた、中島翔子対坂崎優香。この試合がね、本当に、まあ、当然試合内容もね、お互いの持ち得るものをですね、存分に発揮したですね、素晴らしい、試合内容になってるんですけれども、この、まあ、前段階として、この東京女子プロレスっていうのはですね、こういろいろこの試合の煽り VTR とかでもですね出てくるんですけど、どうやらマットプロレスから始まった団体らしいんですよ。マットプロレスというか、まあライブハウスで体育で使うようなマットを引いて、その上でプロレスをするみたいな、リングの上じゃないんですよね。マットの上で始まる。まあ要するにお金がその方がかからないとか、いろんなね、動員が難しいとかいろいろあったんで、いろんな試みをしながら東京女子プロレスっていうのは立ち上げてきたみたいなんですけど、そこから始まった団体らしいんですよね。で、しかも、格闘技経験者とかはほとんどいなかったらしくて、ほとんど素人のみんなが集まって始めたプロレス団体、っていうことらしいんですよ。東京女子プロレスっていうのはね。で、その初期、簡単に言えば初期メンバーなんですよね。この中島翔吾と坂崎育香というのがもう初期メンバーで、もうずっとね、お互い切磋琢磨しながらね、時には戦い、時にはタッグチームを組んでチャンピオンになりというようなことをずっとやりながらね、こうお互いずっと切磋琢磨してこうやってきましたと。そしてマットの上から始まったね、マットプロレスから始まった素人のね、素人のみんなが集まった ただのね、下手すりゃ他から見たらただのプロレスごっこをやってるような団体にしか見えなかったね、団体がですね、この両国のビッグマッチですよね。ビッグマッチのたくさんね、お客さんが入るようなところで、ベルトをかけた試合が、タイトルマッチができるっていうところまで東京女子が駆け上がってきたというですね、これも完全にですね、ロマン派の試合なんですよ皆さんこれはもうロマン派のね、完全にロマン派の試合なの。だから僕がこのチャンネルでちょいちょいね、ロマン派ロマン派言ってますけど、もうね、そういったロマン派の試合が大好きな皆さんにとってはですね、もう最高の一試合にこれはなってると思います。はい。そうなんですよ。この、まあ、プロレスはね、もちろん試合が素晴らしいっていうことっていうのは、なんていうか、もうやっぱり前提として、大前提の一つだとやっぱりそこは思うんですよね。試合が素晴らしいっていうこと自体はね。ね、だけど、そのプロレスが、やっぱり他の競技っていうか、他のスポーツとかと、やっぱり若干違うところって、やっぱりその戦う者同士が持ち得る、そのバックボーンというか、ストーリーみたいなものが、そこで結実するみたいなね、そこで結実する何かを生み出せるっていうのが、
やっぱりそのプロレスの僕は醍醐味だというふうに思っていますので、まあそれをねロマン派と今呼んでいますけれども、まあこのねこのね中島翔子対坂崎かっていうのはすごいそういうロマンが詰まっているあの試合になっていますので、まあぜひねあのお時間ない方もいらっしゃると思いますので、この20大会全部見れないよっていう方もいらっしゃると思うので、僕はですねこの2019年11月3日このアルティメットパーティーのですね、中島翔子対坂崎由香、この試合を本当に皆さんにはお勧めしたいなというふうに思っています。はい、まあ流れでいけばケニーも出てくるんで、ケニーファンの皆さんもそこ飛ばさずにぜひこの試合は見てほしいなというふうにね思います。で本当にね、なんて言うんでしょうね、この2人だけじゃないんですけど、やっぱりね東京女子プロレス所属のなんか選手ってなんかこの東京女子という団体をなんていうか上げていきたいっていうか、なんとかこの団体をみんなで良くしていきたいというか、なんかね全員からなんかそういったものをですね感じるんですよね、東京女子プロレスって。なのでもしかするとだから僕が東京女子に感じているこの多幸感みたいなものがあるんですよ。実は東京女子を見るとなんかね僕はハッピーになれるんですけどなんかそういうものって、だからそういうここにずっといる選手の皆さんがそういう風にこの団体をなんとかしようとか、この団体をなんとか良くしていこうとかっていう気持ちがやっぱりそこにあるからっていう、なんかそれがすごく伝わってくるっていうかね、真摯にやってる姿とかそういったものが伝わってくるなっていうのがあるから、やっぱ東京女子見ると幸せになるのかなっていう風に最近非常に思い始めましたね。試合もすごいしっかりしてるし、なので本当にこれきっかけにね、もし東京女子いいなと思ったりとか、まあDDT いいよねっていう風に思ったりされた方がいらっしゃればですね、ぜひDDT ユニバースに加入するのをおすすめしたいなというふうに思います。 DDT ユニバースというのは、まあ、月額900円ぐらいなんですけど、まあこれに加入することによって、まあ先ほどの DDT 東京女子プロレス、そして、頑張れプロレス、まあそういう路上プロレスとかね、そういうのもありますけど、それとまあ今だったらノアですよね。はい、これがですね、見れると。ノアはですね、まだ全部揃ってるわけじゃないので、徐々に、動画がね、配信されてきてるんですけど、まあ非常にね、900円で、いろんな団体がまあ見れるという、まあ毛色の違うね、試合内容も見れるっていう形になってますので、まあ非常にね、これは僕はお得だと思っています。なのでぜひ、もしね、この無料の放送を見て、ああ、DDT いいなとか、東京女子いいなとか、頑張れプロレスいいよねとか、思った方いらっしゃればですね、ぜひ、DDT ユニバースになりましょう。はい。そして、たくさん見て、僕におすすめの試合を教えてください。まあでもね、見逃し配信で出てきてた、坂崎由香対ね、佐伯玲香っていう試合もあるんですけど、これも結構ロマンだと思うんですよね。ロマン派だったなっていう。非常にね、東京女子僕は面白いと思いますので、皆さんにお勧めしたいと思います。無料なのでね、ぜひ皆さん、この期間に見てください。はい、忘れてなければ、概要欄に、ニュース、このホームページのね、ニュースサイトのリンクとかなんかね、貼っときますんで、まあぜひチェックしていただければというふうに思います。そして、我がチャンネル、PJLL のチャンネル登録を高評価の方もお待ちしております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴアディオス。